ローリング A ちょっとやめなさい。わあ、このドットの感じはいいですね。くそー、下手くそ。なんでドグマさん、いやー気持ちいい。いやもうあの気づいて気づいて、番組乗っ取られてるんだよ今。いやいいじゃないですか、気づいて番組。いややっぱ知識がないのに仕切っちゃダメですよ、やっぱ先生についてくる。いやいやいや、そんなの先生ですけどね。まあ先生ですけど。今日はなんでいらしたんですか。今日ね、実はね、1月にあの配信したあのリクエストインサイド XBOX が、はい、とても好評でしたので、ついに、ローリング X の、はい、特集会を、はい、今回、やらせていただきたい。リスさん、これがミーってやつですよ。長いものには曲がりましょう。それが世界の常識なの。大丈夫大丈夫、それで渡り歩いていけるの。どうせこれが最後になるから大丈夫。じゃあいいや。先生お願いします。先生お願いします。ということでですね、今日は、はい、あのこの春ですね、うん、リリースされるタイトルをいくつか取り上げていきたいと思っております、はい、タイトル多いですもんね、うん、ちょっとこっちをまず見てください。はい、あいいですね。ありますね。今プレイしてるのがダークソウル3でしょ、はい、うん、あと期待なのがミラーズエッジカタリストですね、はい、カントンブレイクもありますね。あ、これね、白本体私持ってますから、はい、うん、この間ですね、ツイッターで、はい、あのこの春取り上げてほしいタイトルを募集したんですけども、うん、あ出てますね、でたくさんのリプライいただきまして、うん、はい、まあ、それのリクエストに元に今回いろいろ紹介したいと思います。いろいろいただいてますね、ありがとうございます。和夫君も ね今のインサイド XBOX は進行役のお二人がやっているから、内田さんのような詳しくゲームを紹介できる人が出てきてくれるとなんだか情報番組っぽくていいですね。はは、我々もあのちゃんとゲームプレイしてるんですけどね。やってますよね、もちろんね。まあでもいかんせん知識不足で。いやいや、なおなお申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、なおなお。でもやっぱね、こうやっていろいろリクエストしていただくと、ね、うん、嬉しいですね。まあ、ありがたいですね。まあ、いろんなこういうゲームやってほしいっていうのが来てますけども、うん、はい、まあ、この中のリクエストから、まあ、はい、お一人ずつ今日ね選んでいただいて、そのゲームをプレイしたいと思っておりますと。はい、アラクさんからいきますか。はい、行きましょうか。じゃあ私せっかくプレイしているのでこちら、はい、ダークソウル3取り扱ってほしいです。私でよければドグマさんとミスズさんのところに侵入して やられるな私多分ということですね。いや多分やられないと思いますけどね。そうですね、あの特にドグマさんも最弱なんでこんな感じ。最弱だと思います。でも僕もやってますから ね、はい、さあというわけでダークソウル3ですね。はい、うん、やってみましょう。プレイをしていきましょうか。プレイしていきましょう。はい、早速じゃあダークソウル3プレイしていきたいと思うんですけども、はい、ミスちゃんが、ね、こちらはね3つ目のステージの不死骸というところなんですよ、はい、あのこういったちょっとねあの荒廃した世界観といいますか、ね、世界観いいですよ ね、 いいですね。で今ちょっとねステータス見てみたいんですけど、はい、戦士ですね、騎士か、騎士のレベル29でこういったステータス振りとなってますね、うん、生命力にかなり振ってる状態です。なるほど、私のデータではないんですけれども、うんうん、体力かなりつけてますね。ということは、まあ、やられづらいってことですよね。そうですね、スタミナがちょっと多めなのかな、うんうん、スタミナかなり重要ですからね、うん、このゲームは本当にこれ、ね、ちょっと知らない人にちょっと簡単に説明しますと、はい、うん、あの何回も何回も敵と戦って今やられたりしながら、はい、うん、その攻略方法をなんか探っていく、まあ、3D アクション RPG なんですよ、はい、だからすごい歯応えがある作品なんですよ、ね、むしろ歯応えしかないと言ったら歯応えしかないっていう過言ではないですよね。すげえ難しいんだけどやってるうちにできるようになるっていう要素ありますよね、この作品は。自分が成長するんだよね。そうですそうですね、自分のスキルがね、とにかくこのゲームヒットアンドアウェイが大事で、ね、もうガードした後の隙を突くことしか考えちゃダメです。自分から攻めていくとちゃんと体力の管理してよ、うん、大丈夫です。あの今回ちょっと敵が出てくるとあれなんで戦技とかいうね、死体を足毛にするの。戦技ね、新しい新要素、戦技、戦技、はい、こうやってあの3からの新要素、はい、はい、このように武器を両手持ちします。両手持ちして、うん、そして構えた後にこのように、まあ、かなりスタミナも持っていくし FP も減っちゃうんですけど、青いゲージですね。でもこういったあの強い一撃を食らわすこともできます。一撃必殺的なのがあるんですね。そう、あのなんか武器特有の、はい、そういうなんていうのアクション、そうそう、いろんなアクションが、ね、入ってる。こういったものを使いながらね、それが戦技っていう。あとそっと後ろから行くと突き刺して殺すこともできるんですけど、ちょっと気づかれちゃったんで、ステルス的なこともできるんですね、はい、
てたら避ける。大体1発かな。なんかね、後ろから攻撃すると蹴り入れれたりとかね、いろいろできますけどね。そうそう、お、かがり火来ました。やっぱりもう大好きなかがり火ですよ。何かあったらもう、うまいですね。ただかがり火に行くと、あの、はい、敵がちょっと復活しちゃうんで。そうですね、戻っちゃいますからね。そうそう、シリーズのおなじみのね、この後がね、あ、そうそう、こういう地の跡あるじゃないですか、はい、結婚に触れると他のユーザーがどのように死んだかを見ることができます、はい、ね、なるほど、この人はこんな風に、他のユーザーがどのようにして死んだかっていう言い方はなんかね勘違いするような言い方ですけど ね、はい、ここね2体来ちゃうんで、ちょっとどっちか重たいんですよ。うまい、ちゃんと距離感分かってます ね、 ね、これもうほんと一発食らうと死ぬんでね、本当に敵の一撃が重いんですよ、ね、そうそう、今これ見てる人は、うん、あのね、簡単そうにみささんやってると思うけど、みささん結構上手いので、上手い上級者ですよ。だ僕とかだったらもうあっという間にやられちゃってるんだ。そうなんです、ここはね振り返ると降りてくる。こうですよ、知ってますもんね、うん、あんまりさサクサクやっちゃダメだよ初めての人にもこうやってやられながら先進んでいくゲームだよって教えないと。どうせこの後死ぬんで大丈夫ここに行きたいと、ま、あとこっちに伝いますね。確かに上手い人がやると別にそんなにやられを、ね、死に覚え芸じゃないじゃんって思っちゃいますけど ね、 ね、うん、この後死ぬんで。それがね、いったいった、ほらこんな雑魚っぽいキャラでもこんなに減るんですよ。そう、だからそのアクションの攻防の駆け引きがすごいよくできてるね。そうそう、もうダイナミック本当に。特にダークソウルシリーズは道中がボスって言われてますからね。あ、そうそうね、そう、うわー、いっぱいいる、いっぱいいるんですよ。ちょっととりあえず3体相手にしてみて。あのね、ちょっとここ重たいんで、ちょっと本当に本当に3体どころじゃないもんね。クリアする気でちょっと行くんで、ちょっと待ってくださいね。まあ後ろに回って、シザーさんガチですよこの人は。しうまい、素晴らしい。ただバレる。やばい、バレた。バレる。大丈夫、この3体ぐらいだったら大丈夫です。なんとかなる。いやでもこのゲームは基本的に1対1に持ち込むゲームですからね。そうそう、とにかくおびき寄せて。うん、あ、でもうまいうまいうまい。こちら辺でやってれば多分大丈夫なん で、 で自分から攻めると痛い目を見るので一旦待ちます。相手の攻撃読んで、そうカウンターで素晴らしい。こっちが見てるのでできたところガードして叩く。そうです、これが基本になります。ダークソウル上手い人は攻撃ボタンをカチカチカチって押すと怒りますからね。あ、連打しちゃダメ、連打をするなって言ってすごい怒られますからね、うん、今はねあのこの雑魚はいいですけど、うん、敵によっては、ね、そうね、連打したら絶対勝てないのもいます。今見ました、スタミナがね、こうガード1回受けると緑のバーです、ね、ほらこんなに減るんですよ、ね、でこのスタミナを使って剣を振るうので、うん、なるほどね、スタミナが減っちゃうといいことはない。でもみすゞさん上級者だったらな、パリーみたいな。パリーは難しいですね見たいな、あの盾を使うやつなんですけど、相手の攻撃を弾き返すやつみたいな、やってくれるんだろうな、あれ練習しないです、来た、このやってくれるんだろうな次あたりパリーを。下手くそやめろちょっと上級者プレイ、ね、今ちょっと縦食ったけどね、うん、でも決まるといいんですよね、うん、相手をよろめかせる。あのね、あの魔法使いの、私勝手にマザーって呼んでるんですけど、こいつが怖いんですよ。どれどれ、あ、これメイス持ってるやつ、やめて、あ、なんか飛んできた、あ、なんか飛んできた、これはもう本当に避けるしかなくて、あ、ダメだ体力が。一旦引きます、一旦引いて、あれはもう逃げるしかないんだ。そう、一旦引いてちょっとエスト、でも僕らとしたら当たったこと見たいですよね。ね、見たいですね。どうなるか、どうなるんだろう。魔法に当たったら。ちょっとクリアする気で言ってるからちょっと。魔法に当たったらどうなるんだろう。やめない。あ、なんか今唱えてた。あー、あー、食べ、あー。燃える。大式ホールドされた。やめろ。おばちゃん大式ホールドされた。結構減ったな。でもやられてない。あー。ほらもうこれ強いんですよ。でもなのでこの場合はちょっと僕に1回やらして、いいよ、多分そんなに難しくないはずなんです。こっちでいい、はい、こっちに。なんでわいじく入んてんやねんできへんわこんなもん、わいじく逆やったら誰やわいじく判定にしたやつちょっとちょっとわいがわいがごめんなさい、わいわいはサルやあのおばちゃんとこまで行きたい、うん、おばちゃんとこ、とりあえずあのうーわ、痛いみすずうめえなうーわ、これ早いワンちゃん、まあ、とにかくあの右スティック押し込みのロックをちゃんと使うことですね、うん、あれは1匹倒したら次のやつに自動的にロックオンされるんで、うん、便利です。あ、一緒メスビのでも初見でここの場が来たらすぐやられちゃうよね、パッてこうやって。ローリングは、ね、あれ、うん、ローリング B です。すいません、このままやってます。私のソウル拾ってください。拾って
いやなんか尺に触るなと思って拾いなさい、はい、拾います。これさっきねミスさんがね、はい、お亡くなりになったとこ。ソウルっていうのがお金みたいなものでこの世界の、うん、敵を倒したりすると手に入れることができて右下に溜まっていくんですよ、うん、ただ死ぬとその場に落としてしまう、はい、ただ一回だけ取り戻せるチャンスがある。これを落とすとね本当ロストしてしまうとね、かなりちょっとめっちゃスルーやん、うん、あれおばちゃんいた。おばちゃんほらめっちゃ気づいてる、めっちゃ気づいてる。あ、おお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 ちょっと両手持ちやめなさい。ちょっと貸してじゃちょっとここスルーしちゃおうかな、まあ、こういう風にね。ただここはあの最初に来るとすごいいいアイテムとかたくさんあるんですよ。エストのかけらとかなので初回は頑張ってちゃんと倒してほしいですね。あんまり近く行かなければいいんですね、あれはね。まあね、相手気づかないからね。なんか奥の方の描写とかがやっぱすごいな。世界観はね、やっぱすごい、うん、ダークファンタジーを基本としてるんですよね。うわ、なんだこれ。赤い目をした敵はね、ちょっと強いんですよ。うん、あ、こうですね。そうそう。おうまい。体力が多いんですよね。なので、あんまり深追いせずに去る。スタンダーウェイ。はい。これ気持ち悪い。こいつすごいね。これね、罠的なもので檻からいっぱい人が入ってて、ね、雲みたいになってるんだ。うーわ、復活に近づくとこうやってバーンってやられちゃうので。やだな、ここだけに入れられたくないな。これ内田さんと僕同じ檻入るの嫌ですよね。嫌ですね。敵ごとにあの攻撃方法も違うからそれをね、そう、そこをでリーチとかもちゃんと分かっておけば、分かってね、そう、あとパターンを覚えればなんとかなるけど、うん、のね、攻撃のね、また剣を3回振ってきてっていうやつとかいますからね。いやー、そうそうそう、いやー、なんか来たよ。大丈夫、一旦魔法使いからちょっと逃れましたけど、魔法使いちょっと攻撃やばいですね。ハンマー、ハンマーの攻撃範囲が広い。よし、一旦終わった。この敵は意外と優しいのかな、1回しか攻撃してこないですもんね。そうじゃないんですよ。あ、そうじゃない。これが攻撃力が高いな。このゲームマップがないとこがいいですよね。そうなの、自分で探索するのがね、自分で探索してで広くて分かんねえよと思うけど もう分かるようになっちゃうんですよね、何度もやるうちに。何度もやるからね。ほら見てください、この明らかに強そうな盾しょっちゃってるよ。これちょっともう死ぬかもしれませんけど、まあ行きますよ。死にませんよ。ちなみに武器もいろいろあってね、はい、弓とかもね、そうですね、ありますからね。あの最初にキャラクターを選べるんですけど、そのキャラクターの素質っていうだけで後からステータスプレで何でも使えるようになるので、両手ノコギリってすごいですね。危ない。あ、でも片手に変えてきた。おお、これはモーションが多い。うわ、痛い。めっちゃ怒ってるやん。そんなに怒らしいことあったの、あんた。なんかしたんやろ。すっげえ怒ってる。彼、あいつの親族をバカにしたんやろ。相当怒ってるで、あれ。あかんよ、親族バカにしたら。うまい。おあとね、うん、あ、こっちに行くとちょっと一旦かがり火があるので、ちょっとゴミくず。ゴミくず。手に入るのか。みじるさん、ゲームうまいですけど、あんまりゲームの内容は話さないですね。話してるじゃん、ちゃんと。ここにあの、滅ぼしの刃元ってかがり火があるので。こういう風にあの前作とも違ったね、戦技というアクションもありますし、そうそう、戦技アクションも増えましたし、うん、だからあのアクションゲーム得意な人とかにぜひチャレンジしてもらいたい、はい、ね、作品です ね、 そうですね、うん、自分なりのプレイスタイルを見つけて、そう、うん、あの苦手な僕でもやり始めているうちにもうどっぷりハマりましたから、最初はね、みんなね、難しいんですよ、難しいってやっぱ思うんだけど、ちょっとずつあの自分が成長していくから、うん、悔しいんだけどまたやっちゃうんですよね、この良さがまた3でも出てますからね、うん、ぜひともやってみてもらいたいと思います。はい、というわけで次はドーナさん、はいはい、今度のリクエストを取り上げましょうか、はい、私が、取り上げたリクエストはこちらでございます、はい、ということで、オリ&ザ・ブラインドフォレストディフィニティブエディションこちらでございますけども、うんうん、こちらとても楽しめました、Windows 10版を含めて、ぜひもっと PR してくださいと。あ、 Windows 10版もね、はい、そうあるからね、これは結構ちょっと変わったゲームですもんね、描写が特に変わってるので、そう、グラフィックがすごい、はい、ね、うん、独特なんですよね、うん、あのとても雰囲気芸に見せながら実は難易度は高めという、うん、ゲームなんです。やりごたえがありますからね、うん、はい、じゃあやっていきましょう、はい、はい、
今日はじゃあディフィニティブエディションですけど、そうこれね、はい、あの檻と暗闇の森っていう、まあ日本語タイトルなんだけど、まあ、既に出てるもんなんだけど、このディフィニティブエディションっていうのは、はい、要は新しいいろんな、なんていうのかな、能力とかストーリーとかが加わった、うん、決定版ですね。完全版とも言えるんですかね。じゃあ一回楽しんだ方ももう一度楽しめるってことですね。そう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 、うん、で過去にその檻と暗闇の森の前の持ってれば、はい、持ってる人は配信価格お安めで買えるんですよ、うん、安く、うん、久しぶりだけどすごいな、うん、これすごくねグラフィックが独特で幻想的で、うん、でちょっと難しいっていう。いや、あでもねかなり骨太ですからね、これは雰囲気ゲーかと思ったらとんでもないですから、ね、そうそうそう、痛い目見ますよ。あのかなり横スクロールのアクションの中でも難易度高めですあの、ね、結構探索型の 2D アクションゲームで、いろんなとこ探索しながら森の中をね探索して進めていくんですけど、うん、なかなかマップも埋まらないですよね。どうやってやるんだろう、これ要は森の中探索して森を救うんですよね、キャラクターが。どうやってやるんだっけ、なんかシュッてやるんだっけ、なんだっけ、あなんか来た、うわちょっと、うわ危ない、俺悪いことし、危ないこれでいけるかな、こっち行けないですもんね、行きましょうか、あそこ壊していきます。そこのね探しながら行くのが面白いんですよね、うん、これはあれですね、新しいこの次世代機と言われるハードでやってるのに、なんかレトロな雰囲気もちょっと出てますね、うん、2D っていうのはね、見た目はやっぱ次世代なんですよね、このグラフィックの良さというか、音楽とグラフィックの良さに、音楽ねフルオーケストラなんだって、うん、そうそうそう、あそうなんですね、うん、でも 2D の探索型のゲームってね、よく古いゲームでありましたけど、ね、結構馴染みがあるんで、お、うん、キーストーン、鍵ですね、これをスペース集めると扉が開きます、ね、向こうが開くんじゃない、うわなんか友達に家でみんなでやってる感じがすげえ戻ってきた日曜日のそっちじゃないよ、日曜日の昼を思い出す、降りるの、なんかゲットした、あ遠くまで、お実績が、これ絶対あの世に行くでしょう、ああ大丈夫、あ戻る、あれあ大丈夫だ、大丈夫でした、いけるわ、さっきのスキルツリーがあったんですけど、あれを解放していくとどんどん行ける場所とか広がっていくんですよね、なるほど、なので今は探索できる場所が狭くても、あのゲームが進んでスキルツリーを解放していけば、うまい、ゲームシステムはシンプルですよね、ね、本当にシンプルで、うん、だからこそなんか結構ハマると結構ずっと遊んじゃうというか、なんかいろいろね、まずボタン操作を覚えなきゃいけないっていうところから始まらないので、うんうん、そうそう、すごい簡単ですね、すぐにこう世界観にね、うん、入っていきます。どうやったらこういうゲームを思いつくんだろう、やっぱ古いゲーム好きだったな、作った人、これね、あの作ったのね、はい、あのムーンスタジオっていう会社なのね、はいはいはい、デベロッパーというか開発会社なんですけど、はい、そのムーンスタジオっていうのを立ち上げたのは、もともとブリザードエンターテインメントっていう会社があって、はいはいはい、ディアブロとか有名な会社作ってる、はい、でそこのスタッフが、はい、あのまあ、そこ退職されて作った会社なの、だからディアブロとはだいぶ違います、ね、違うけど、なんかやっぱ技術力が高い、うん、そうですね、うん、この揺らすんじゃないの、いや揺らした覚えがないな、こんな動きはどこだったっけな。ギリギリいけないですね。これ謎がいいですね。うん、か下行って右もなんかありそうでしたね。単純なことでしたね。うん、いけないんだ普通に。行ってないとこ。だこういう探索しながら、あらまあ遊ぶ。菅作者にこれ一本取られましたねこれ。あここ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 。ここであるじゃん。これ最高だこれは、多分あそこは後々なんか能力がもらうといくんじゃない、うん、そういうことです、そういうような、だから探索範囲がどんどん広がっていくような、これは何、これは あ死んじゃいますよ何これって言ってやられちゃいましたけどね、はい、ちょっといやでもちょっとやっただけですけどすごいハマりましたね、うん、どこ行けばいいんだろうって、うん、単純ゲームがシンプルなので、うん、シンプルにこっちも受け止めて考えながらできるので、うん、いいですね、でちょっとねこれ、うん、私難しかったからその最後の面をクリアしてないんですよ、はい、なんでちょっとダウンロードし直そうかなとは考えてますね、いや面白かった、うん、これまたエディションが変わってより追加
追加いろんな面があるんですね。能力とかストーリー追加されてるので、はい、前作遊んだ人でもまた新たに楽しめるし、で前作持ってる人はお安くダウンロードできるので、うん、いいですね。お得だ、うん、これ僕買ってみてやりたいですねこれね。続きましたローリング内田さんが選んでください。はい、はいはい、ダウンロードタイトルのリクエストも多かったので、はい、僕はこちらにしました、はい、シャンティ&ザ・パイレーツ・カースという海賊の呪いという作品なんですけども、これちょっと分からないですね。でリクエストね、シャンティ、CG の最新ゲームではなく、はい、ドット絵のゲームも手堅く紹介してほしいです。ドット絵のゲームなんですね。そう、あとね、うん、シャンティが可愛いのでぜひお願いします。可愛い可愛いリクエストをいただいております、はい、これなんですけど、はい、チャンティ返します。おちょっとこうレトロ感、レトロ感ありますね。これ、まあ、海外の作品なんだけど、うん、はい、もう見た目が日本のそうです、ね、ゲームっぽいでしょ。だからちょっと萌え要素が入ったようなね。開発者がなんか日本のアニメとかすごい好きらしいですよね、うん、確かに。でこれ日本じゃ 全然とかあんまり知られてないんですけど、はい、海外だとめちゃくちゃ人気なんですよこのキャラクター、うん、シャンティちゃん。で今まで2作出ててこれ3作目なんですけど、はい、で1作目が2002年に出てて、で海外でゲームボーイカラーソフトとして出た。あ、当時ゲームボーイカラーだったのをまたリファインされてるのかな。これそれが1ね。で2、そうそう、でこれは3作目なんだ、うん、なるほど。この吹き出しのテテテテってやつ可愛いですよね。テテテテってやつ懐かしい時もあるよね。うん、ね、わあ、かわいい。わあ、このドットの感じはいいですね。結構古き良き昔のゲーム的な作品、うんうん。しかもドットのレベル高いですね。うん、これ愛を持たないと作れないですよ。あ、かわいい。でもパッと見なんか日本のゲームメーカーが作ったいや、間違いないですね。でもね、海外なんですよ。まあ、このポーション、うん、のうんだけ残ってるあたりがちょっと海外だなって感じします。それは翻訳の、それは翻訳の問題でしょ。問題だけど入らなかったか。海外っぽい。びっくりマークだけしたくる、ね、アルファベットだから、ね、丸だけね、2行目とかあったりするから、はいはいはい、ありますね、そういう。あ、かわいい、かわいい。で、これキャラクターね、あの人間じゃなくて魔人なんです。半魔人なのね。半魔人、半分魔人で 髪の毛こうやって髪の毛だ、で戦うのよ。で、まあ、ジャンプと髪の毛アクションとかで戦ってて、ここでハード取るとすごい髪の毛だ。えらい揺れてますね。そうどうした、どうした。なんかそういう設定ですね。火事なんでしょうね、これね、煙出てるし、ちょっと大惨事が起こってるってこと。そう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 、みんな逃げてるもんね。行かなきゃ行かなきゃ、何が起きてるか。これ結構なんていうの、うん、あの覚えながら進むアクションゲーム、うんうんうん、我々の世代たまらないですねこういうのね。そうようやりましたよ。でも安心ですね、本体触ってもピーって止まらないからねこれは。そうそうそう昔のはすぐ止まっちゃいましたからね。ふーってやらなくて、うん、あ、カーディアンディーン助かった。誰だこれは。市長なんですね。市長なんだ。こんな格好して。市長食いすぎやろ、ね、ほら、みんなの税金を税金を、うん、たらふく食べてるのよ。すごいな、魅力的だな。やっぱ 3D がね、すごく進化した時代でも 2D の良さってありますもんね。そうですね、うん、やっぱこう支持層も多いですしね、ドット絵の。これでも本当に日本だとそんなに、あの失礼ですけど、はい、そんな知名度ないキャラなんですけど、うん、本当海外だとなんかかなり人気あるらしいですよね。じゃ海外のああいうイベント行ったらコスプレイヤーとかで多分いるんでしょうね、うん、多分これなんかちょっとなんていうのオリエンタルな感じのキャラというかが、ね、確かに人気なのかなって気がしますけど。でアイテムもいくつかあって、うん、でこれ、うん、あのやられると勝手に全回復しちゃうとか、はいはいはい、でこれちょっと使ってみましょうか。これ使うと、うん、おちょっとパイクボール、いいぞいいぞ、オプションみたいな、衛星軌道に乗ってる。そうそうそう、いいね。でちょっとこういう隠し要素みたいなのもあって、ここを入るとなんかありますね。よくにも壺があるから、これなんか強い武器とかアイテムとかなんかあるんだ、ね、うわめっちゃ懐かしい。そして一定時間回り続けると結構長く回りますね。ね、これね全然一定じゃないですね、うん、割と長時間ですよね。そうだから昔の 2D アクション結構理不尽なの多かったですけど、ね、いいですね、優しい難易度ちゃんと。 あ、消えた消えた。これでもこのキャラクター確かに海外で人気でそう、うん、ちょっとこう幼い感じもあって元気な感じがね、みすずさんとは違ってね。ええ、どこのあたりが元気があるからね、うん、なんか元気ないですね。
いつもローテンションだからね。ねテンション上げていきましょう、テンション。イエーイ、イエーイ、かわいい、シャンティかわいい、超かわいい。次回シャンティの髪型で来てください。あ、これコスプレね。コスプレで来ようか。シャンティ次回も特殊しないのに。なんで来たのみたいな。この時やりなさいよね。じゃだって知らなかったんだもん、シャンティね。これから日本でも知名度出てくるといいですね。ね、本当にね、うん、そう。でも日本でもやっぱこのアクションゲーム好きな人はね、うん、いや多いですよ、うん、隠れたファンがいると思うんですけど。なんか怪しげなやつがいると。キャラクターも面白い。これ事案じゃない、こう裏側に。だいそんなこと言ったら全部事案だよ。おー落ちた。あ、わ、怪しげなやつだ。日本でも結構独立系のメーカーさんがね 2D のアクション新しく出されるってこともありますけどね。そう、あ、増えてる増えてる、支持されるやつ。そう、こういうなんかギミックもね、うん、いやね、どんどん増えてるね。4体4体そしてすごい突き刺してくる。怖い怖い。このアラビアっぽいのってあんまり珍しいですね。ピクピクしてる、みんなピクピクしてる、うん、この海外のジョークっぽいですよね。ちょっと自信しますね、うん、あー、はい、なるほど、という作品でございます。新しいキャラクターも出てきて、うん、これはすごいシンプルな作品なので、ダウンロードタイトルなので、はい、まあ、気軽にダウンロードして、うん、ぜひ遊んで、ちょっとやってみたくなる。ちびっこも遊べるかもしれませんね。全然ね、お父さんと子供でね、うん、一緒に遊んでもらうのもいいかなって気持ちですね。人物語もね、ちゃんとしてるしね。そう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 。これぜひともやってみましょうよ。ね、元気にやってみたいと思います。はい、ということでこちらのゲームプレイしてみ、ました。はい。ここでですね、お知らせがございます。さあということで今日は3本取り上げましたけども、西尾さんいかがでしたか。うーん、ダークソウル3ちょっと取り上げてすごくやっぱり面白いなって思ったんですけど、はい、まあ、この機会にまだ遊んでいない方はぜひゴールデンウィークの長いお休みもありますから。なるほど ね、うん、ちょっと結構クリアにたっぷりね時間遊べますからね。そうそう、ぜひ悔しい思いしながら遊んでください。まあそういうゲームですからね。そして内田さんいかがでしたか。いや、なんかローリング X でこうまた呼んでいただいてありがたい感じですね、はい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 。はい、ちょっとこっそりあの司会の座は狙ってますけど、狙ってますけど、やめてください、そういうの。先生ついていきますか。あ、ありがとうございます。先生ついていきますか。頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。一緒にやりましょう。何だろう、これですよ。でも好評だったらまた。あ、そうですね。ね、次も3人で。はい。3人でね。はい、3人でね。もちろん。もちろん。3人でしつこく言いますね。本日はありがとうございました。ありがとうございます。さあということで、本日はこの春注目のタイトルを特集いたしました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。さようなら。